自動改札機導入前の南口東三条駅は、新潟県三条市東三条にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。JTB 時刻表において、市の代表駅とされている。三条の古くからの中心市街地へは、八彦線、西隣の北三条駅及び、新越本線南隣の三条駅が近いが、特急が停車するなど、 駅の規模としては、こちらが大きくなっており、路線バスも当駅を中心に発着している。また、上越新幹線のつばめ上駅の営業キロは、当駅が基準となっている。新越本線と八彦線の2路線が乗り入れ、接続駅となっている。当駅の所属線は、新越本線である。ただし、JR 貨物の第二支鉄道事業の路線は、 新越本線のみである。また、JR 東日本が運行する旅客列車の発着はあるが、JR 貨物が運行する貨物列車の発着は1998年以降、なくなっている。八彦線はかつては途中駅であったが、1985年に当駅から越後長沢駅の間が部分廃止されてからは、当駅が終点となっている。単式ホーム一面二線。 島式ホーム一面二線を持つ地上駅。両ホームと南口駅舎との間は湖泉橋で連絡している。JR 新潟ビジネスが駅業務を受託している業務委託駅。一番線に面する正面口駅舎内には友人改札口を兼ねる緑の窓口が設けられている。正面口駅舎にはこのほか自動券売機、待合室、コンビニエンスストア、トイレなどがある。 南口駅舎は終日無人で自動券売機と利用客対応用のインターホン、自動販売機などが設置されている。なお自動改札機は正面口に3通路、南口に2通路設置されており、全通路でスイカ及び相互利用を実施している IC カードが利用できる。また改札内には自動生産機が正面口、南口に各1台設置されている。 改札口周辺0番線は、1番線の長岡寄りに設けられた切りかき機ホームで、ヤヒコ線専用のホームとなっている。2番線から発車する定期旅客列車は、2019年8月現在、ヤヒコ線の朝の1本のみである。その他、長岡大花火大会に伴う、当駅始発の臨時列車や、ダイヤ乱れ時の列車の対比、当駅までの区間運休時に用いられることがある。 八彦線の三条市街地区間の連続立体交差事業の着手前は、駅東側にあった島式の4.5番線から、八彦線が発着しており、湖線強化の構内踏切を渡った南側に、南口駅舎が設置され、1990年代初めまで、出海札係員が配置されていた。しかし降下下後に、ホームは撤去され、湖線強部分をそのまま活用する形で、 南口が移設された。自動改札機設置前は、駅の入り口の機能のみで、古戦橋の階段を登り切ったところに券売機と改札ラッチが設置されているだけだったが、改札機設置に伴い、階段下に駅舎が建設された。正面口駅舎のコンビニが設けられているスペースには、過去に食堂やレストラン、喫茶店等が入居していた。校内の改札口付近には、 立ち食いそば店もあった。東三条オフレールステーションは、かつて JR 貨物東三条駅に属していたコンテナ周廃基地である、旅客駅の東側に設置されていた。12フィートのコンテナ貨物を取り扱っており、貨物列車代替のトラック便が、南長岡駅との間で1日3往復、新潟貨物ターミナル駅との間で1日6往復の運行されていた。 かつて JR 貨物東三条駅は貨物列車が発着していたが1998年にトラック代行輸送に転換され自動車代行駅となった。2006年には駅の一部がオフレールステーションとなった。しかし2012年のダイヤ改正でそのトラック便も廃止され東三条オフレールステーションの営業は終了した。 同時に、JR 貨物東三条駅は、貨物列車、トラック便ともに、定期便の設定がない車扱い臨時取扱い駅となった。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は2198人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅前の東三条商店街駅から1、 キロメートルほど西側の一の木戸商店街。奥の立体駐車場は、再開発ビル、パルムあたり駅の北口周辺には、商店街は形成されている。1975年開店の長崎や東三条店が、各となっていたが、大型商業施設の集積地は、円三条駅周辺の国道8号、国道289号沿いへと移っていき、 同店は2002年2月に閉店。同店跡地では、駅の送迎や周辺店舗の利用者向けの中停車場が整備され、2018年9月に供用を開始した。一方、当駅の西側、五十嵐川と八彦線に挟まれた地域には、古くからの市街地が広がっており、県道331号沿いには、片持ち式アーケードのかかる商店街が形成されている。 住宅地となっており、線路脇にはマンションが立ち並ぶ。越後交通東三条駅前案内所、バス乗り場三条市周辺のバス路線図。高速バスは別図三条北口駅前に設置された東三条駅前バス停からは、越後交通、新潟交通観光バスの路線バスが発着している。越後交通は、改札を出て、左手のバス停、新潟交通観光バスは、 改札を出て、右手のバス停にそれぞれ発着している。越後交通の乗り場脇には、同社の案内書がある。2019年4月時点での路線は、以下の通り。駐車区出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。